ナンバーアンダーライン愛紅白で、ゴー披露なるか。歴代記録を塗り替えた伝説のデビュー曲。ナンバーアンダーライン愛紅白出場を応援しよう。みんなの声を届けよう。2022年、紅白歌合戦に、キングプリンス、キンプリとして出場した平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人が、新たに結成したダンスボーカルグループ、ナンバーアンダーライン愛として、 再び NHK ホールに立つ姿が注目を集めています。彼らは8月22日に放送された n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4でデビュー曲 GOTO ト,ット最新シングル INZM を披露し、再び観客を魅了しました。この番組は世界中のアーティストが集結し、特別なライブパフォーマンスを披露する一夜限りのイベントであり、 ナンバーアンダーライン愛はトップバッターとラストを飾る重要な役割を果たしました。このパフォーマンスにより、早くも今年の紅白歌合戦への出場がささやかで始めています。彼らが紅白の舞台に再び立つ可能性について、多くの音楽業界関係者やファンが期待を寄せています。しかし、その背後には、彼らが所属していた旧ジャニーズ事務所の問題が大きく影響していると指摘されています。旧ジャニーズ事務所は、 創業者の小ジャニー喜多川元社長の性加害問題が明るみに出たことで、NHK をはじめとする多くのメディアから出演依頼が見送られる状況となりました。その結果、昨年の紅白歌合戦では、44年ぶりにジャニーズ事務所所属のタレントが一人も出演しないという異例の事態が発生しました。現在、旧ジャニーズ勢のマネジメントは新たに設立されたスタート者に引き継がれていますが、 NHK は依然として旧ジャニーズ勢のタレントを起用しない方針を貫いています。その一方で、退所したタレントたち、例えば岡田純一や稲垣五郎、嵐の二宮和也らは積極的に起用されており、ナンバーアンダーライン愛もその流れの中で、NHK ミュージックエキスポ2024に出演することとなりました。NHK は今年も紅白に旧ジャニーズ勢を起用しない意向を示しており、 若い視聴者層を取り込むためにナンバーアンダーラインアイの起用が有力視されています。紅白歌合戦の出場者選考基準は例年、その年の活躍、世論の支持、番組の企画演出の3点を中心にとされています。今年デビューしたナンバーアンダーラインアイは、デビュー曲、強盗が YouTube で公開後わずか3日で1000万回再生を達成し、日本の男性アーティストとしては史上最速の記録を樹立しました。 また、MV は YouTube のデイリーミュージックビデオランキングでグローバル1位を獲得し、その人気は国内外で確固たるものとなっています。さらに、6月に発表されたオリコン上半期ランキングでは、デジタルアルバムランキングでノーオー、リングが1位、ゴートが2位となり、史上初の1位点2位独占を達成しました。このような業績から、今年の活躍とセロンの支持という点で、 ナンバーアンダーライン愛は紅白出場の条件を十分に満たしていると言えるでしょう。昨年の紅白では、若い視聴者を取り込むために k p o p グループのストレイ・キッズやセブンティーンが白組で起用されましたが、視聴率を大きく押し上げる効果はありませんでした。その点、ナンバーアンダーライン愛は、旧ジャニーズ以外のボーイズグループの中で圧倒的な支持を得ており、視聴率向上にも期待が寄せられています。 NHK がナンバーアンダーライン愛を紅白にオファーしない理由は見当たらず、彼らが紅白の舞台に再び立つ可能性は極めて高いと考えられます。この状況を受けて、ファンや業界関係者の間では様々な意見が飛び交っています。一部のファンは、ナンバーアンダーライン愛が再び紅白に出場することを望む一方で、旧ジャニーズ事務所の問題がどのように影響するのか懸念する声もあります。特に、 スタート者のタレントがどのように扱われるのか、そして彼らの将来がどうなるのかについては多くの関心が寄せられています。さらに、紅白に選ばれるべきグループは、ただ売上や話題性だけでなく、視聴者からの支持やパフォーマンスの質も考慮すべきだという意見もあります。このように、ナンバーアンダーライン愛の紅白出場は、多くの人々にとって期待と懸念が入り混じった話題となっています。 彼らが再び紅白の舞台に立つことができれば、それは彼らの努力と才能が評価された結果であり、多くのファンにとって喜ばしい出来事となるでしょう。しかし、同時に、旧ジャニーズ事務所の問題が引き起こす影響は、今後も音楽業界やメディアに大きな波紋を広げることが予想されます。紅白歌合戦が迎える2024年の大晦日、か、その舞台でナンバーアンダーラインアイがどのようなパフォーマンスを披露するのか。 そして彼らの未来がどのように展開していくのか、注目が集まることでしょう。ファンにとって、ナンバーアンダーライン愛が紅白に出場することは一つの夢の実現であり、彼らの活躍を祝う絶好の機会です。彼らの音楽とパフォーマンスは、多くの人々に感動を与え、希望を届けています。そして、その成功の裏には、彼ら自身の努力だけでなく、 ファンやサポーターの熱い応援があることを忘れてはなりません。彼らが再び紅白の舞台に立つ日が来ることを多くのファンが心待ちにしているのです。しかし、紅白歌合戦への出場は単なるゴールではなく、新たな挑戦の始まりでもあります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、旧ジャニーズ事務所を離れ、新たな道を切り開くために数々の困難を乗り越えてきました。その過程で彼らは、 音楽業界の厳しい現実と向き合い、自身のアイデンティティを再定義する必要がありました。紅白に出場することで、彼らは再び日本の音楽シーンの中心に立つことになりますが、それと同時に新たな期待とプレッシャーに直面することになるでしょう。彼らの成功の背景には、旧ジャニーズ時代に培った経験とスキルがありますが、それ以上に彼らの進化と成長が注目されます。ナンバーアンダーラインアイとしてのデビュー後、 彼らはこれまでのキャリアで得たものをさらに昇華させ、より成熟したアーティストへと変貌を遂げました。彼らは単なるアイドルグループではなく、自らの音楽やパフォーマンスに深く関わり、クリエイティブな面でも積極的に貢献しています。その結果、ファンだけでなく、音楽評論家や業界のプロフェッショナルからも高い評価を得ています。また、彼らの新しい音楽性とビジュアルスタイルは、 従来のジャニーズグループとは一線を画しています。彼らはより国際的な視野を持ち、グローバルなファンベースを築くために活動の幅を広げています。特にゴートや INZM といった楽曲は、従来の日本の音楽シーンに新風を吹き込み、その斬新さとクオリティの高さが世界中で話題となっています。これらの楽曲は、単に日本国内でのヒットにとどまらず、海外のチャートでも成功を収めており、 彼らの影響力が国境を越えて広がっていることを示しています。ナンバーアンダーラインイの活動は、単なる音楽活動にとどまらず、社会的なメッセージも含まれています。彼らは、自身の経験や葛藤を通じて得た気づきを、楽曲やパフォーマンスを通じて表現しています。特に、彼らが直面した困難や逆境を乗り越える姿勢は、多くのファンにとって勇気や希望を与えるものとなっています。 彼らのメッセージは、若い世代だけでなく、幅広い年齢層の人々に響き渡り、その影響力は計り知れません。紅白歌合戦という日本最大級の音楽イベントにおいて、彼らがどのようなメッセージを発信し、どのようなパフォーマンスを披露するのかは、2024年の大晦日の最大の見どころとなるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、この一夜にかける思いを胸に、新たな挑戦を続けることでしょう。 彼らの進化はまだ終わっておらず、これからも多くの人々に感動を与え続けることが期待されています。さらに、彼らの成功が今後の日本の音楽シーンにどのような影響を与えるのかも注目されます。ナンバーアンダーライン愛が紅白に出場することで、他のアーティストやグループにとっても新たな可能性が広がるかもしれません。彼らの存在は、音楽業界に新しい風を吹き込み、 既存の枠組みを超えた活動を促進するきっかけとなるでしょう。ファンにとっては、ナンバーアンダーライン愛の紅白出場は彼らの努力が報われる瞬間であり、同時に新たなスタートを意味します。紅白歌合戦は、彼らにとっても、そしてファンにとっても特別な舞台であり、その瞬間を共有することで、彼らとの絆がさらに深まることでしょう。彼らのパフォーマンスがどのような形で紅白の舞台を彩るのか。 そしてその後の活動がどのように展開していくのか、これからも目が離せない状況が続くことは間違いありません。2024年の紅白歌合戦が近づくにつれ、ナンバーアンダーライン愛の動向にはさらに注目が集まることでしょう。彼らが音楽シーンにどのような新たな風を吹き込み、どのような未来を切り開いていくのか、その行方は今後の日本の音楽業界にとっても非常に重要な意味を持つことになります。 彼らの成功と挑戦の物語は多くの人々に勇気と希望を与え続けることでしょう。そしてその物語がどのように続いていくのかファンや業界関係者だけでなく日本全体が期待を持って見守っているのです。